ヤウ新ペンタだぜぜぜぜ本日なんですけれども、はい、以前にですねシャララックスさんのシャララックス本当ありがとうと言うしかないですね100万再生いきましたね100万再生いくってなかなかないですよ僕の動画で、はい、ありがとうございます、まあ、なので本日はシャララックスさんのまだあるはいラップのフリースタイルで友達失うやつジジイじゃないねあのジジイ感が非常にいいところもありますけど、ね、まあそうですね行ってみましょうはい最近ラップにハマっとってさああそうなんちょっと即興で言い踏んでみるけどちゃんとできてるか聞いてくれああええよ別にうん俺の横におる金髪だろおせ今月も金欠だろまた友達に言うセリフじゃないんですよ金髪野郎扱い友達をしちゃいけないですよいや頭からナイスライミンただ俺から金借りるんよろもう何でも言うで返せやばろお前コナンでそんなこと言うのアニメネタも吹っ込んできてラップ始めたてなのかな始めたてはやっぱ口悪くなっちゃうのと固有名詞的キャラクターに頼りがちになってしまいますからねお前ち貧乏すぎるからさ申請しといたでユニセフにお前服がわなすぎるからさ T シャツそれて全部 V ネックにすごいですねロングバースで踏んできましたねお前ち貧乏すぎるからさ申請しといたでユニセフお前服買わなすぎるからさ T シャツは全部 V ネック超うまいですねまあいっか行ってみよう俺の実家高級住宅街お前の実家最終処分場みたい最終処分場って何最終処分場って分かんないですけどこれはラップバトルだったら何言ってもいいわけではないっていう僕の持論があるんですけどただラップバトル YouTube とかで見てあこれ何言ってもいいんだ何でもありなんだって思ってしまうのも仕方がない気がしますけどお前の実家最終処分場みたい最終処分場が分かんないけどいい気持ちはしないと思うんですよ、ね、自分が言われたらどう思うかっていうのをラップするときは考えてくださいね金の切れ目が縁の切れ目ならばそんな人間性のお前とゾルメンでも俺の器はグランドキャニオン並みなら俺に甘えとけよだからもういつもビストンムカつくなグランドキャニオン並みそんなお前だけど大事な友人一緒にてやるよ恥知らずに、yeah. 最後の小説でいいこと言えばチャラではないんでそんなお前だけど大事な友人とか言ってももう遅いですよこれ家族までディスってるから家族に飛び火させたらもうそれはね MC バトルでもこうぶん殴られてもしょうがないレベルやっぱジジイじゃないとこうトゲが出ちゃうね絵面だけでもおじいちゃんだったらさ笑えるところがこう若者だと笑えないっていう不思議ねえどうじゃった言い踏み取ったいやちょっと内容が気になってそれどころじゃなかったわライブうまいよねうまいしおもろいしそれはいつものことなんですけどやっぱジジイじゃないとトゲだな気になっちゃうな手放しで喜んでよおーやべえってなりづらいかもしれないですね一方的に言われっぱなしだしね金髪ねでもねやっぱ言われたままじゃ終われないということで、はい、金髪野郎からのアンサーラップもあるんでまあ当然ね当然、まあ、当然高校のチャンスはありますから、はい、先行であんだけかましたんでじゃあ見てみましょう即興でラップやってみようかな。おめえすぐ俺に影響されるよな。やってみ。こいつムカつくんだよ。まあ、上下関係、友達だから上下はないんでしょうけど、常にこうリーダーシップを取るんでしょうね。大丈夫。ラップバトルってそういうやつをぶちまかすためにあるから。頑張れ金髪。上手にできたら飯をごちゃるわ。うるせえ。俺の横におるマザコン野郎、親のすねキャジのただのおだこ。アニメもねってなるとこがいいんですよねうまい相手の入りを完全に引用して親の金はお前の金じゃないからな親のレースじゃないですかそれ子供のレースに関係ないですからお前一人じゃ何もできねえくせに親のテクでマウントでくるクソに親のスペックでマウント取ってくるクソニートパンチないんですね親のスペックでマウント取ってくるクソニートこれはどっちかっていうと黒髪の方がダメージでかそうですねあれや今
マザコンだよ、しゃぶれよ父赤ん坊だろ強引だな、あれれこいつマザコンだよ、しゃぶれよ父赤ん坊だろ、あのねおねおリステンビバーでもお金は全部親のもんだろ、ほら、まあ、主題はそこになってきますよね。お前の金じゃねえ、散々俺貧乏って言ったけど、お前が金持ちなわけじゃねえ、親が金持ちだ。やっぱ話の筋はそこなので、そこをどれだけ覆せるか、そしてどれだけ嫌な思いをさらにさせられるのか、行ってみましょう。ほら見てた、バンバンバンと手をつないで、お前ウィッケンだった、いい音で出とだね、何がバーベカリカリのなんでもカリのランカリで金貸したらもりすんなんだけどランケイチョ、俺は見てたんだ、まんまと手をつないで、お前はウィッケンだ、いい音でデートだね、これはママと手をつないでいい音でデートしてたってことなのかな。なるほど、それは見られてはいけない光景ですね。これはパンチライン。若い子は親と仲いいじゃん、俺らの世代はそこまで仲良くないから。マウント取れますからね、お前には貸しがあるぞと、金貸したら受け取らん、結局お前は金貸しといて俺より上に立ちたいだけ、待って、金借りてる側が優勢流じゃないんだけど、いいですね。だから全くお前と借りたくないね、大事な友人間違いだね、全くお前と絡みたくないね、大事な友人勘違いだね、そのパンチラインだね。散々言ったけど大事な友人って言った黒髪に対して、大事な友人は勘違いだね、これは修復不可能じゃないですか。 なんでそんなひどいこと言えな、誰が言うと思う友達と MC バトルはすんなでしかないです。サイファーすればいいじゃん確かにラップイコールディスじゃないのってそんなことは百も承知だと思うんですけど、もしもねこのアニメが現実世界で行われてしまったら、当然もうこれは溝ができてしまいますし、 MC バトルっていうのはここぞという時にやったらいいと思いますので、バトルじゃなくてねサイファーしようぜって友達とラップやるときは言ってください。はい、ということでシャララックスさん、いつもありがとうございます。3本目動画見させてもらいました。ラップバトルで友達失うやつ、これは誰がどう見ても分かりますよね、友達失いますから。思っててもラップだったら全て言っていいわけではもちろんないです。はい、ということで新平田でした、どうもありがとう、ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。